これから向かう場所なんですけど、交通量が実はねやけに多いんですよね。ここ吉備のなんとかって道なんですけど、一応あの抜け道としていろんな方が利用されとる道でして、夜ほんまこの辺結構ね不気味なんですよ。こんな不気味な中にもっとね不気味なやつがありまして、ちょっとだけねそれを見に行こうかと思います。皆さん、あの獄門って知ってますか？獄門、晒し首のことっすよね。あれか、これかこれかな、これかな、あ、これだ。これっぽいの、これだ、これですね。首が乗っかっとった石です。ちょっとあの車の通りが結構あるんであれなんですけど、こういった場所にあります。お墓があって、場所的に言ったら今踏切になったんですけど、以前一宮駅が近くにあって、そこからあまり距離が離れてない場所なんですよ。吉備津彦神社の近くですね、場所的に言ったら。獄門というのは死罪の一つでして、死罪を受けて首をはねられた人を見せしめにする、罰ですよね。獄門という処罰方法が初めねあるんかと思ってたんですよ。大山の金さんが罪人を処罰するときに打ち首獄門って言うんですけど、大山の金さんだったかな、打ち首はわかるんですけど、獄門って言われたらもう俺獄門の意味さっぱりわからんで、生きてる人を懲らしめるための処罰方法があるんかなと思ってたんですよ。その獄門っていう名前のね処罰方法が。そうしたらよう調べたら、獄門っていうのは首をはねられた人の頭、そこを通りかかった人たちに見せつける罰っていうことがわかりまして、死んだ後の恥ずかしめ、これが獄門みたいでして、でさっきの石がその首を晒されてた獄門に使われてた石っていうことですよ。吉備津彦神社と JR 備前一宮駅の近くにありますんで、気になるっていう方いらっしゃいましたら行ってみてください。交通量多いんで車にも引かれやんでください。彦神社ですね。さっきもね明るさ調整したんですけど、あまり明るさが変わらんから何も調整せずに行こうかと思います。祭りのシーズンだけ提灯がいい感じにライトアップされてますね。入りはしたんですけど、すぐにね神職さん来られまして、どうやら閉門時間に参拝をしてしまってたみたいです。お参りが終わりかけの時に神職さん来られましたんで、無事に祈りたいことは祈ることができました。吉備というとこ来ました。今ここ立ってる公園なんですけども、処刑場跡です。近くに首切り地蔵というのがありますので、今からそちらの方に向かいます。で場所なんですけども、この JR の吉備駅すぐ近くです。
これですね、首切り地蔵と血洗いの池。今も血洗いの池ないんですけど、公園が血洗いの池と言われてました。なんか入るなみたいな感じになってるけど、あの首切り地蔵があって、その真後ろが血洗い池と言われてました。それは今公園になってますね。ほんでここが末政川って言います。これ何の川か言いましたら、西日本豪雨で大氾濫を起こしやがった川ですね。この川、真っ暗で全然見えんじゃん、これ。この川のせいで、真備町、浸水しまして、60数名が亡くなっております。で、そんな川の堤防を今歩いたんですけど、真っ暗でよくわかんねえな、これ。これである程度はわかるんじゃないのかなと思うんだけど、ライトつけました。これでもわかんねえな。これでなんとかわかるんじゃないかなと思うんですけど、ライトを照らして明るさ調整マックスにしました。わかるかな、わかんねえなこれ。ライトを消しました。まあこれ見渡す限り明るいんですけど、新興住宅地なんですよね。全部沈んだ場所なんですよね、これ。この見えてる範囲、全部沈みました。多分沈んだ後、新しく建てたんだと思うんですよ。さら地になりましたからね、この辺。で、反対側。これ今映ったの反対側なんですよ。あっちの方もね、全部沈んで、ほんまにね、さら地になったんですよ、ここ。全部ね、今ここを通ってる末政川の責任ですよ。まあ、責任って言うても、このね、末政川の上流にね、池があって、どうやらね、その池が溢れてしまって、それが原因で、これ道合ってんのかな？それが原因で、どうやらね、川に向かって鉄砲水が発生して、誰か走ってんぞ。これ道合ってんのかな。左にね、墓地があるんですよ。これ暗くてわかんないよな。ちょうどね、目の前に墓地があるんですよ。道合ってんのかこれ。墓地で今迷子になってるわ。もういいよ。地図、初めね、地図を見てこっちの方来たんですけどね、これ道間違ってねえか。下からも行けるようになってるけど、今上がね、堤防なんですよ。でそれを下ってきて、なんかさら地にできた道を今歩いたんですけど、これまっすぐ行ったらね、行けるってなったんすよ。いや、マジで行けるんこれ。しかもさっきね、走ってる音が聞こえたんで。行けんなこれ。公園か？なんか不思議なとこ出てきた。暗い気もわかんないよな。トンネルがある。トンネルじゃねえ。何これ。行けんのこれ。お、変な音がずっとしょる。あ、車か。行けんのこれ。
反対側に出てきた。あ、いける。何これ、よかった、当てれた。あ、キンモクセイがめっちゃいい匂いしょるわ。最近実家にキンモクセイ植えたんですよ。なんかすっげえでかい木になるみたいですね、あれ。普通に走る音が聞こえとったんで、もしかしたらね、その現場の例だったんかもしれんですよね。川の氾濫で亡くなられた方なんか、あそこの墓地の例なんか知らんけど、でしょうね、おそらく。人がいなかったんでね、どこ見渡しても。この道まっすぐ行ったらいいんかな。すいませんね、これもう真っ暗でなかなか分かりにくいと思うんですけど、多分この道で合ってると思うんですけど、行き過ぎたかな。そんなことないよな。あー、あったあった、こうこうと光り輝いてる建物があるんですけど、多分あの建物の真ん前じゃないかな、今行こうとしてるところが。これマービーふれあいセンターじゃないよな。そこまで行ったら行き過ぎなんよな。建物としては似とんだけど、え、こんな豪華な建物だったっけ、この地図。あの地図で見る限りじゃ、あれ、これか、認定こども園の真正面なんですよ、目的地が。これ認定こども園なんかな。これの真ん前なんですよ。とりあえず今行きたいところが、ちょっとね、今人を通ったんで透かしたんですけど、この建物ですね、認定こども園。ここが岡田藩の処刑場でした。認定こども園、笠岡にもあるんですけど、実はそこもね、曰く付きでして、だいたいそういったところ、認定こども園はおそらくそういう曰くのあるところに建てたんじゃないかなと思うんですよ。映しすぎると変なんであれなんですけど、それのちょうどね、目の前、これなんですよ。わかんねえな、これ真っ暗でもうすでに建物見えたんですけど、ここですね、これ。これでわかるかな。これですね。首切り地蔵って言います。ここに、処刑場があったっていうことを知らせるために、目印っていうか、処刑された方を弔うために、置かれた地蔵やと思われます。おお、びっくりした。いや、マジびっくりするわ。あ、人か思うとは違う。背の高い枯れ草だった。おはようございます。清根というところ来ております。今から行くところはですね、首切り地蔵っていうところに行きます。はじめ喋ったところから5分しか経ってないんですけど、結構明るくなってきましたね。体調があんまり良くないんですよね。昨晩夜の11時頃にビールを2缶ぐらい飲んで、でそのまま寝落ちをしてしまったんで、すっげえね、とんでもなく体調が優れんのんすよ。まあ、こんな感じでそういうところに行っちゃいけんっていう話聞いたことあるんですけど、まあ大丈夫でしょう。こう体調があんまり良くない状態で心霊スポットに行くことは結構あるんで、そんでもってなんともないっていう、お前になんか不思議な体をしておりますんで大丈夫だと思います。たちまち場所がわからんなった。地図見ます。あー、すっかり明るくなったな。出る時間帯誤ったな、これ。こうね、人がね、どんどん出てくるんですよ、この時間帯。できればね、
出発時間の朝6時ぐらいの明るさだったらよかったんだけど、普通に首切り地蔵って書いてますね。なんかこれ市の史跡なんかな。だったら、だとしたらマジでここが職場跡っていう、そういう感じはしますよ。もうみんな出勤時間入っとるんで、次々と人が出てこられてますね。その中で一人こんなことやってんだから、そりゃ変な目で見られそうな気もするけど、ああこれですね、首切り地蔵。おそらく供養塔じゃないですかね。となれば確実に、まあ、となればここ墓地でもありますし、確実に職営場跡だったっていう可能性がありますね。それか、あの亡くなられた方を葬った場所、どちらかじゃないですかね。でちょうどねこれがあるんですよ。これね調べたら、その亡くなった方を供養するための供養塔みたいですね。あそこどこだっけ、君っていうところにも首切り地蔵があって、そこにも同じのがあったんで、これよりまあバカでかいやつだったんですけど、多分それと同じだとしたら、ここが処刑場跡ってことになりますね。で清根の処刑場なんですけど、清根自体がどこの藩所属だったのかっていうのがはっきりしとらんみたいなんですよ。岡山藩なのか岡田藩なのか足盛藩なのか、あと松山藩か、はっきりしとらんみたいで、なのでこれどこの藩の処刑場跡のやつなんかっていうのが謎みたいです。結構すごいなこれ。まあ、雰囲気的にも処刑場跡って感じもするし、亡くなられた方を葬った場所っていう感じもしますね。夜来たら怖いんかもしれんすけど、夜こういうところ普通に来れるからね。はい、清根の処刑場跡でした。はい、次はですね、総社市の南横手っていう地区に来ました。今から向かうところはですね、食神仏じゃないんですけど、まあ、同じような感じで仏になったお坊さんが祀られてる場所に向かいます。心霊スポットではないんですけど、入場地っていうことでお坊さんが一人石の棺の中でまだ眠られてるってことで、棺が見えるかどうかわからんですけど、どんな感じなのかなっていうのを見に行こうかなと思います。ちなみになんですけど、この山を越えた先には備中国分寺がありますね。行けるみたいなんですけど、まだしばらく歩かんといけんので、ちょっと今回はやめときます。たちまちここがその金龍寺ですね。順路って、ああへえ、はあ、はあ、これあれですね、四国霊場のお地蔵さんですね。四国霊場を模した、だから弘法大師なんだ。これ全部回ったらあれですよ、88箇所巡りをしたことと同じ意味になりますんで、これは岡山に来られた際はぜひ巡られてみてください。これ多分ペットたちを供養するあれですね。
で、これが金龍寺、金龍寺のお寺で、これ多分本堂ですね。あ、これだ。これが象兵衛さんや。竹がすごいんですけど、ここね、古墳ですね。上林っていう地区なんかな。結構ね、古墳が多いんですよ。これも結構大きな古墳なんですけど、今正面に見えてるこの山がですね、木の城ですね。あそこ確かね、西門の石垣じゃないかな。本丸はね、もうちょっと向こう側なんですよ。ほんでさっきの古墳があれで、こう向けてこの正面の山の、これも古墳なんですけど、向こう側に備中国分寺があります。